まあでも、俺はいつか配信は廃ると思ってる。てか配信自体が飽きられる。これいつも言ってんだけど、一人一人の配信者に飽きるよりも、きっと配信というコンテンツに人が飽きると思う。やっぱ会話って限界があって、やることも限界があって、まあ、やっぱ飽きていくよ。そんなのは。やる方も見る方も。だから最終的には配信というもの自体がオワコンになる。だから匿名がどうとかこうとかっていう問題じゃない。配信そのものが、テレビがオワコンになったように、オワコンになったと言われるように、ネット配信、ネット動画もオワコンになると思います。それはいつの日か必ず。規制もあるし、伸び伸びできないんだもん。お互い、やる方もそう、書く方もそう。伸び伸びコメント書けないでしょ、今の時代。どこのサイトもそうだけど、こっちもそうよ。100%やりたいことやれないですよ。そこに面白いものなんかできるわけないじゃん。それはね、テレビのね、芸能人にね、お笑い芸人にね、つまらんって言われるよね。俺はでもね、俺はあれに関してね、言いたいの。もう本当に口を酸っぱくいつも言ってんだけど、まあ、粗品はすごい人ですよ。霜降り明星は。センスも才能もあって、結果も残してて。とはゆえ、その笑いというものをプロとしてやってる。とはゆえ、テレビの芸能人やね、お笑い芸人にね、ネットをバカにされてね、その通りですとか言ってる YouTuber は全員やめちまえ。お前はてめえの畑をバカにされてね。ねえ、いくら芸能人のが面白いと思ったとしても、そんなもの口に出すなよ。俺はそれが絶対許せない。自分のファンをもね、バカにされてるわけよ。だってお前ら YouTuber のファンは、テレビよりもお前を選んで動画を見てコメントも書いてくれて、再生もしてくれて、イベントにも行ってくれてる。そんなファンの目の前で芸能人のが面白いですってヘラヘラするんだったら、ネットやめろ。本当に。プライドのクソもねえのか。実際おもろいとて、お前がそんなの言うな。食いつけ。ラファエルはじめいっぱいいるよ。ねえ。芸能人のがおもろいですって、お前らみたいなやつはな、芸能人と人脈あってな、仲良くしてるからそうやって言ってるかもしんない。おこぼれもらうために。気色悪い。なあ。でもこっちはな、そんなつても何もクソもねえ。なあ、俺はバカにされたらムカつくね。いくら向こうがおもろいとしても、おもろいとしてがいっぱいいたとしても、畑をいじられて、なぶられて、ヘラヘラしてるようなやつは、ネットで偉そうにすな。そんなことを言われて、黙ってられない。いくら粗品が面白かったとって、それとこれとは別や、そんなの。テレビというな、え？電波使われてな。公共電波使われてな。そんなの言わしてな。ヘラヘラしてんじゃねえよ。あと本当は自分たちのこと面白いと思ってるのはその通り。思ってるのに表面ではそういうこと言うんだよ。かっこ悪い。自分らのがおもろいわって言え。嘘でも。思ってるんやったらより。ねえ、いくら周りが、ね、お笑い芸人のがおもろいって言ったとて。別にテレビの芸能人がネットで何が偉いの？さ、テレビでは偉いよ。別にネットで偉くもなんともないじゃん。そんなの。だから何って話やん。テレビは面白いよ。芸人は面白いよ。でも、俺らネット配信の方がリスナーは見たいと思ってるはず。俺らは見られることが仕事であるし、見られることが一番大切なの。向こうは笑いを追求してるかもしれない。こっちは見られることを追求してんだ。それを同じベクトルにされてね、笑いというものにされてね、一括りにされて、おもんない、知らんね。それをね、要 YouTuber のね、人たちはね、ヘラヘラしながらね、向こうのがおもろいに決まってるやんとか言ってるよね。大人ぶって。全員抜けた方がいいと思うよ、そういう YouTube チャンネル。見てるやつ。お前らファンバカにされてんだぜ。守ってもらってないんだぜ。じゃあおもろいの見たいやったらテレビ行ってくださいみたいなもんや。なんか YouTuber ってファン大事にしないよね。レベゼ見てても思うけど。わかんない。俺にはわかんない。少なくとも俺にはわかんない。なんかやる気ねえやつほどテレビ擁護すんだよな。いや、テレビが言ってることが正しいわ。芸能人が言ってることが正しいわ。やる気ねえやつほどそういう。気が抜けてるやつほど、熱ないやつほどそういう。すましてんだよな。いつからそんな風になっちまったのか。逆に、面白いと思ってねえんだったら動画上げるのおかしいやろ。なんで広告つけとんねん。みんな自分が一番おもろいと思ってやってんじゃないの？配信者も YouTuber も、芸能人の方々も。自分が一番おもろいと思ってんじゃないの？ね、少なくとも自分を見てる人は、そのおもろいを理解してくれてる人がいるんじゃないの？目の前に。うちだったら今リスナー。YouTube だったら視聴者とかね。みんなその世界では自分が一番おもろいと思ってやないの？それを口に出せないのはよくわからない。なんでそれを隠して、いや、芸能人の方がおもろいです、と。なんでそれで、コムドットはさ、しょうもないことでさ、チャンネル人数抜けてんのにさ、こういうことではチャンネル人数抜けないのかがわかんない。なんで YouTube 見てるやつってバカ多いの？ねえ、なんでコムドットはじゃあ何十万人も抜けたんだよ、あれで。意味がわからない。こういうことでふざけたこと言ってる YouTuber なんか抜けろよ。見たって面白くねえんだから、そんなの。自分は面白くないですって言ってんだから。なんでチャンネル入ってんだよ。そっちの方が抜けるべきじゃねえの。コムドットなんてあんなつまんないのに面白いと思ってんだぜ。
ブリンバンバンブリンバンバンとか言ってさ、あいつら自意識過剰なんだよ。でもまだマシじゃん。おう、自分たちでおもろいと思ってんだから、人につまんないって言われたって。勘違いしてても面白いと思ってんだからマシだろうよ。違うか？ガードマンなんか見てみろよ。あんだけでかくてあんだけ長いことやって、風呂桶に牛丼詰め込んで、ドキリやーみたいな。ああいうのめっちゃおもろい動画できたわーとか言ってるあのセンス。ゴミほどつまらないのに本人は面白いから最高の動画だと思ってる。いいじゃないか。そうあれよ。かっこいいじゃねえか。自分たちだけでもおもろいと思ってんのは。そういう動画見てよ。いいんだよ、その人に何言われたってそんなもん。自分を否定するような人間なんか見るな、お前らも。でもあれ嘘つきだよね。なんで絶対捨てたくせに食べたって言ったの、あれ。ガードマンは。捨てましたよね、あれ。あの牛丼。食べてるわけないよね。でもなんか X に、実はあれ段ボールかなんかで底上げしてて、実は量が少なくて、なんか6人とかで食べましたって言ったんだよね。なんで食べた動画撮ってねえんだよ。だって、みんなだったらどういう動画撮ります？食べ物で遊んだ動画を上げて、めっちゃ炎上して荒れさせた後に、実は食べたところも動画撮ってましたって後出して、お前らざまあ俺たち食べてないと思っただろ！ここまでがドッキリじゃーって食べた動画上げるんだよな。なんで動画ないの？食べてないからでしょ。なんであそこまで有名 YouTuber でそうやって荒れることを想定して撮ってないんだよ。食べてるんだったら。なんで文字なんだよ。食べてないよね。なんでガードマン嘘ついたの？よくないよ。食べてないだろ。じゃあ動画見せろよ、食ったやつ。絶対食べてない。ないんだもん、証拠が。食べた証拠がない。100食ってねえからね。なんで YouTuber なのに動画撮ってねえんだよ。撮らなきゃいけない動画撮ってねえなんて YouTuber じゃねえじゃん、そんなの。まあ、絶対食ってないで。うん、絶対食ってない。だって食いたくないもん。だって俺、こんなの人が赤を落とすために入っている風呂で作られた牛丼なんか誰が食べるの、そんなの。便器のカレーライスみたいなもんやんけ。誰が食べるんじゃ、そんなの。食うわけないじゃん。まあね、でもね、ガードマンのキャラからするとそんなことで炎上かとかつまんねえな、燃えるようなことじゃねえじゃんっていうのも気持ちわかるんだけど、だったらちゃんと燃えないように動画撮っとくべきじゃね。それってなんかそういうことで叩いてるやつが悪いんだろうか、食べ物を粗末にしてって言ってるやつが悪いんだろうか。俺は違うと思う。食べ物を粗末にしてっていうやつが湧くのは想定できるわけだから、そいつらが湧いた後に後出しで食った動画を上げれるように準備しとくのが YouTuber の仕事だと俺は思う。それを撮ってなかったガードマンが悪いと思う、俺は。だって言われることは想定できないから、それもさ、利用しまえばいいじゃん。荒れたら荒れただけ荒れた後に後発出しはいいんだから。なんでそれ取ってねえのって話じゃん。そしたら食ってねえからだろ？それは。爪の甘さじゃない。言ったやつが悪いんじゃないんだよ。言ったやつをもう利用できなかったガードマンが悪いんですよ。浅い動画なわけですよ、それ。ないんだったら。まあわかんない。この後出てくるかもしれんけどね。それを、そういうのを言ってるやつが、とか言ってるようでは、ダメだと思う、俺は。私はいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。